皆さんこんにちは。2022年、たっけ取説解説講義、始めていきたいと思います。えー、担当は、クセンん人コー師の友もぐです。どうぞよろしくお願いします。さて、今回はですね、はい、えー、統計についてのお話ということになってまいります。はい、えー、統計問題ですけれども。 えー、まあ毎年ね、えー、免除科目の中にありますですので、えー、皆さんの中で5問免除をお持ちの方はですねはい、えー、今回のこの講義は、えー、必要ないと、えー、いうことになります、えー、5問免除の範囲になっておりますので5問免除持っている方は、えー、必要ないものになっておりますが。 はい、えー、そうでない方はですねまあここお1点取れる分ですのでしっかり頑張ってやっていきましょうということでございます。でえーまあ、毎年ね一問統計の問題が出ていますとでこの統計の問題なんですけれどもまず。 押さえておいていただきたいのは、まあ、あの、当然のことながらデータは毎年変わります。で、データは毎年変わるので、まあ、過去問は一切役に立たないというところは、えー、念頭に置いておいてください。で、過去問は一切役に立ちませんので、まあ、それは、ね、去年の問題、去年のデータで、一昨年の問題、一昨年のデータで作ってますから、まあ、さっきも言った通り、データ毎年変わりますからね。えー、ですので、はい。ここの部分に関しましては、毎年しっかりね、えー、ちょっとね、 はい、最新のデータを、えー、しっかり見ておく必要があるわけです。で、まあ、当然のことながら、えー、データが揃うっていうのはある程度のね、えー、時期になんないとデータが揃ってきません。で、えー、ようやくね、まあ、この、えー、宅研試験によく出るデータっていうものが出揃いましたということで、えー、それでですね、まあ、今回こちら、ね、画面の方に2022宅研ニュース8月号ということで、えー、ありますので、まあ、こちら、えー、まあ お手元にあ、るといいいう方方は準備の方をお願いいたします、はいさあえー、こちらなんですけれども、まあ、統計のデータ載っておりますと、で、まあ、ここについてちょっと一つ一つ詳しく喋ると、まあ、それだけで時間が相当、えー、かかってしまいますので、えー、まあ、ちょっと外力と勉強の仕方とかね、えー、そういったお話になっていきますけれども、まず、あの、 あまえうう細か 0. 何とか、えー、0. 点何パーセント %5. 点何パーセントとかそういったところはいりません。えー、やっぱり必要なのはその前面からの変化ですよね。えー、2年ぶりに上昇しましたとかですね。 はいえー、上昇を継続してます下落を継続してますみたいな感じで、えー、こっちのね内のの情報の方が大切とといいいうことになってまいりまりすはい、ですので、えーまあ、上昇してるのか下落してるのかでそれが今まで上昇したものが下落っていう形になったのか、まあ、前も下落してるのか下落が続いてるのかとかですね、えー、そういったところをしっかりと押さえておいていただきたいということになるわけですね。 はい、まあ覚える時はやっぱりそういう観点で見ておかないとえー、まあやっぱりなんですかね、えー、ちょっと細かい数字を覚えるっていうよりかもそういう何て言うんですかねえー、その今までとの変化っていうところの方が出題はされますというところをしっかりとまずは押さえておいてくださいという感じになりますかね。はいで次で次す まあね、ここもまあねデータもありますけれどもやっぱりだからここもね同じように、まあ、こういう数字とか、ね、ここを覚えるんじゃなくてこっちじゃなくてこっちなんですよ。ねえー、というところになりますのでまあうーん、ね、こういう「まあここなんかほとんど増加になってますよね」 でもあここだけ減少なんだっていうね、えー、そういう感じで、えー、捉えておく必要があるということになっていきます。はい。ということですね。で、えー、これなんですけれどもあの参考として下に書いてあります。これ何かっていうとですね、えー、上の方は令和3年のデータですと、えー、下の方は令和3年度のデータですと、えー、いうことになりまして、まあ、何が違うんですかって話なんですけれども、まあ、ちょっと私一回消えますけれどもね。 はいえー、上のデータは令和3年、はい、下は令和3年度ということになります。はい、で令和3年というふうになってくると、まあ、令和3年の1月から令和3年の12月までってことになりますね。はいえー、ですので、えー、これが令和3年。 で、えー、令和3年度っていうのは令和3年4月から令和4年の3月までってことになりますからこれが、えー、令和3年度ということになるわけですねだからちょっと時期がずれてるっていうそういうお話です。で まあ基本的にはこっちを押さえておいてくださいということになります、まあ、ただね、えー、こういうのもに参考って書いてありますけどもこれね令和3年度で度で出たこともあるので、まあ、一応参考として載せておきましたっていうそういう感じです、えー、あくまで出題の中心はこっちになりますのでまあ余裕がないというのであればこっちを中心に押さえておいていただければというふうに思いますあくまで下の方は参考というふうになります はいまあ、そんなような扱いなんだっていうところはしっかりと押さえておいてください。よろしいでしょうかね。はいで、えーまあ、次のところもありましてはい、まあ、こちらもね、はいえー、件数で、えーまあ、ーんやっぱりこういうところ、ね、ほぼ横ばいですいとかですね、まあ、3年ぶりの増加とかですねやっぱりそういうところをね、えー、しっかりと見ておいていただければというふうに思うわけでございます。はいでですね まあこのデータ、頭の中に入れておいてくださいねっていう話になってくるわけなんですけれども、まあ、やっぱり一番気になるところは、はい。やっぱり皆さんがね、一番気になるのはここだと思うんですよ。いつ勉強すればいいんですかっていうね、そういうお話だと思うんですね。これ、いつ勉強すればいいのか、なかなか難しいお話ではございますけれども、あの、実際ですね、え、ー 試験当日の朝にガーッと頭の中に入れるってのはこれはおすすめしません。えー、やめた方がいいです、えー、それはやまあ何て言うんですかね私自身は前日に覚えました試験の前日です。 でえー、自分が試験の前日に覚えておきながらあんまり言うのもなんなんですけれども前日はやっぱりなんであの当日前日はあまりお勧めしないのかっていうとあの 一気に頭の中に入れようと思ってもやっぱりまあある程度やっぱり緊張しちゃってるじゃないですか。で明日だーみたいな感じになって今日だーみたいな感じになるとやっぱり緊張してる。でその緊張してる時に、ね、こういうデータを覚えなきゃ覚えなきゃっていうふうになっても意外と頭の中に入っていかないっていうね。でそうすると頭の中に入ってないってことで焦り出しちゃったりとかする場合もあるわけですよ。ということなので。 あんまりね、えー、当日前日前はお勧めしません、はいえー、まあ私は前日だったんですけれどもやっぱりねまあ、えー、ちょっと緊張はしてたところはありますので、えー、まあちょっと焦りだしたかなっていうところはあるんでねはい、えー、ですのでちょっと自分が前日にやっといて言うのも何なん,なんですけれども うん、まあやっぱり一応講師としてね安全係数をかけた、えー、数値で言いたいわけですよ。なので、まあ、試験1週間前にはやっといた方がいいんじゃないですかって感じです。試験1週間前にはやっといた方がいいです。まあ、これ結構安全係数かけて言ってます。はい。で、えー、ですので まあんまり早い時期に覚えても、まあ、それをねあのキープしておかなければいけないって考えてみると、まあんまり早くやるのもねっていう話にはなってくると思います。はい、だって、ね、例えばじゃこれをね、えーまあ、8月9月に覚えましたみたいな感じだったらそれをそのままね10月の試験まで覚えてなければいけないって言って、まあ、定期的に復習しなければいけないっていうふうになってくるとまあそれはそれであんまり効率的じゃないじゃないですか。ということになりますので。 1>, まあえー、1週間前ぐらいには着手しておくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はいで まあこれ見てるのがね、まあ、まだ余裕がある時に見ていただいてるっていうんであればさそれで「ああそうなんだ」でいいと思うんですけどもあの、まあ、繰り返しますけど私自身は前日にやってたんで「えいや1週間前」って言っても「いやこれ見てるの前日なんですけど」っていう方も、えー、まあ,あの自分自身私自身が前日だったんで、はい、まあまあなんとかなるっちゃなんとかなると思います。はいえーまあ、やっぱりまあそこら辺はなんて言うんですかね緊張の度合いが人によって違うのでまあなんか確実にこうですっていうことで ことはなかなかか難しいんですけれどもね、ねはい、えー、ですけれどもまあちょっとね、えー、1週間前ぐらいに頑張ってみてください。で、えー、繰り返しますけども、細かいデータではありません。えーね、水、ま、位、あ、ですね。はい。水位のところを中心に見ていってください。であとは まあ、例えば、このね、えー、卓業者の業者の数とか、そういうのは、まあ、概算でね、えー、出せばいいと思います。さすがにね、例えば、その、ね、127,215業者です、というふうになった時にですよ、えー、例えば問題で、127,214業者、丸、えー、かつか答えは×ね、えー、1個違いますとかね、えー、そういう問題はあんまり考えられないんじゃないかなと思いますよ。はい。まあ、出たとしても多分、誰ができるんですかって話になってくると思うんで、はい。えー、ですのでね、 まあ,あのだい大体こういう問題でダミー選択肢作る場合には明らかにおかしいだろうっていう数字を出してくるので、えー、まあねあの大体このぐらいだなっていうイメージを持っておくとまあ解けるんじゃないかなっていう感じになります。ですのでもう本当にここの統計の問題のね、えー、部分をしっかり覚えておいてくださいっていうふうに言うとやっぱりこの数字を全部ねあのチェックペンとか入れ始める人がいるんですけどいやいやそこじゃないそこじゃないっていうね。じゃあ それねどういう感じで出てくるのかっていうところも含めてね、あのー、こういうね一問一答「あのけんニュース」の8月号には一問一答も載っておりますし、えーねまあ、それに対する回答解説も載っておりますので、えー、こういうところを使いながらですね、はい、あこういう感じで出題されるのかなっていうところを見ておくといいと思います、まあ、あとはね模試とかね、えー、そういうところでも学習できると思いますので、まあ、そんな感じでね、えー、こちらの方を見ていただければいいんじゃないかなというふうに思います はいそれではですね、えー、こちら、えー、まあ統計の部分に関してですね、えー、まあしっかりとちょっと1点取れるように頑張って対策の方しておいてください。それでは今回はこの辺で終了したいと思います。皆さんお疲れ様でした